本当に、まあ、こう言っちゃなんですが陽選手の一本の棒を巡る、はいね、あれだったんですが、ハッピーエンド、ハッピーエンドですね、ハートに巻いた包帯は今日ほどけたんじゃないですか、よしあしの棒がですね、お帰ってきました、おめでとうよしあし。そして無事にベルト防衛しました、ありがとうございます。コロナコロナでこんな時代になってしまいましたが、また超満員の後楽園ホールを見るまでは俺たちは負けません。また大歓声をもう一度聞くまではプロレスは負けません。以前の日常を取り戻すまで生きて生きて生き抜こうぜ。以上。熱さやられたよ。穴があったら入りたいのは俺の方だよ。やられたけどよ、ああ俺はこれから立ち止まる気はもっともない。ジュニアのベルトはもちろんだけど、これから先石森太一の対ヘビー対無差別級への戦いの扉は開いたと思ってるよ。ちょっと座らせて、座らせて。何あれ、見た最後のブースとキスしてんの、マジ気持ち悪い。何あれ、我に帰ったよ、我に帰った。あれでマジどうしてたの俺。え、ちょっと待って、俺昨日人前で俺棒のこと愛してるって言った、俺言っちゃった。おかしいよ、どうかしてんじゃん、マジ完全にイカれてるやつのやる行動じゃんそれ。マジかよ、どうなってんだよ。まあ別にそもそ もう俺もあの棒の束縛きつくて別れてえなと思ったとこだったからちょうどいいわマジで。ほんでなんか俺が たまたまテレビで陸上の棒高跳び見てただけなのに、それでもうジェラシー感じちゃって、なんか嫉妬されて当たってくるし、それで俺が洗濯物干してたら物干し竿にまでなんかやきもち焼いて、もうおかげで俺ずっと部屋干し。どうなってんの、せいぜいするわマジ怖い。ツイッターを見返すのが怖いよ俺、ここ連日棒の話ばっかり。俺どうかしてんじゃん完全に。この1ヶ月くらいどうしてたの俺、マジ怖いよ自分が。どうかしてた、完全に目覚めた。まあ、いや怖っ。もう結局俺が何が言いたいかっていうと、結果この約1ヶ月で、おい、おい、ベルトも棒も、おい、取り返しはあんのやろ。我に帰ったわ、こんなんどうでもいいわ。てめえとこれのキス見て寒気がしたよ、気持ち悪い。おい、おい、お前だよ、おい、吐きそうだったよマジで。おい、おい、おい、マジで目覚めた。おい、覚めてくれよかったよ。おい、ただの棒だからこれ、何言ってんの。おい、お前とっちゃ、おい、お前とっちゃただの棒かもしれんけど、俺とっちゃ棒だよ、ただの。誰にとってもただの棒だよ。バカ野郎、違うのか。俺帰国してからな、お前この棒と一緒に。いや棒って言ってんじゃねえか、棒って最初から来てるバカ野郎。棒じゃねえか、だから棒だよ、棒だろ、棒だよ。お前とっちゃ棒じゃんな、俺は違うって言ったじゃねえか。
ただの棒だろ。下がれ、やるな。あいつが棒はどこの子なの。ただの棒だよ。俺は帰国してから、おい帰国して、どんな時もこの棒を持たれてきたんだ。あいつが女とか言ってたけど、俺にとってはそんなことどうでもいいんだよ。おい、帰国した時この棒、まあ前の棒はもっと違う形してたけど、棒な、この棒で殴ったり、投げたりしてたよ。でもな、おい帰ってきたから、苦楽を共にした俺の戦友だからな、お前。おい、やすやすと思ってんじゃない。さて、あいつ人のことを殴りすぎて曲がっちまったじゃないか、この野郎。見とけ、おい、取っとけ、これ、おい。あいつがこんな殴るから曲がっちまったじゃないか、おい。弁償しろ、この野郎、おい。見たろ、棒が帰ってくるときも一瞬だ、おい。俺がな、おい、物事が変わるのは一瞬。それはいいことだけじゃないよ、悪いことだって。悪夢見たとき一瞬だよ、一瞬で悪夢見たときだってあったよ、おい。でもな、そんなな、おい、そんなときでも歩みを止めないで何かしら積み上げてきたから今俺がこうしてここにいるんだよ。何もなければな、おい、とっくに今俺ここに立ってねえよ。おい健太、よそから来てな、たやすくな俺のことを口にすんじゃねえ、バカ野郎。おい、ふざけんじゃねえ。俺はな、てめえがな、思ってる以上の、おい、どんな時でも歩いてきたんだ、おい。そんなな、たやすいもんじゃねえんだ、この野郎。ふざけんな、バカ野郎。ああ、OK。相変わらず、話が長いな、よしよし。棒がどうのこうの、そのことはどうでもいいんだよ。勝ったのは、俺たちって事実。そこが、大事なんだよ。まあ、こんな時代だよ。今日の試合を見たお客さんがね、明日への活力になってくれる、そんな試合だと一人でもね思ってくれれば、これは幸いだよ。